はい、皆さんこんにちは。グランピーのテストライダー竹之瀬です。はい、今はですね、広島県の湯来というところにおりますね。せっかくパワーメーターをつけたんで、ちょっとそれをがっつり使ってやろうと思って来ております。で、今日の目的はですね、まず100キロ走ります。で、その間に FTP を測定したいと思います。まあ、FTP っていろいろ測定方法があるんですが、今回は20分全力で走って、で、5% 引いて、出たパワーに 5% 引いて出すっていう方法で、ちょっとFTP を測って、ちょっと僕の戦闘力をさらけ出したいと思います。あと、ついでに岩国っていうところに、岩国彫刻館っていう、戦時中に建てられたコンクリートとかレンガとか作った建物があるんですね。それがちょっと非常に気になるんで、それを見に行きます。はい、なんで詳細はまた走りながら紹介したいと思います。なんで、どっか走りやすい場所を見つけて、ちょっと FTP ちゃちゃっと測ってやりたいと思います。 FTP を測ろうと思って、この県道461号線が車も人も少なくていいかなと思ったんですけど、思いのほか細くて、車も少ない割に走ってるんで、ちょっと向いてない場所を選んでしまったかもしれないですね。突然車が出てきたら怖いんで、ここで全力を出して FTP を測るっていうのは難しそうですね。結構やっぱり FTP ローラー台とかで測るのがいいんかもしれないですね。ちょっと全力でもがくっていうのはこの道だと怖いですね。ちょっともっといい場所を見つけたら、そこで FTP を測りたいと思います。やっと2車線の道に出たんで、ここで FTP を測りたいと思います。測り方はさっきも説明したんですけども、20分間、携帯で測りまして、そこを全力で漕いで、その平均ワット数に、5% 引きまして、FTP を出したいと思います。なんで、頑張ります、全力で。いや、正直言うと、これ100キロ走る時の途中にやるもんではないと思います。分かりきってることなんですけど、頑張ります。はい、では測定スタートします。よーし、やばい、おい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 、なんでギアが合わへんねん。アウトは2回ぞ。終わった。ちょっとあれですね、調整せなあかんですね。じゃあ気を取り直して FTP 測っていきたいと思います。ギアがアウターアトップや、やべやべ、たどたどすぎるやろ。よし、じゃあ行きます。はい、ちょっとFTP 測定が終わったところ、すごくうるさかったんで、近くの公園まで移動しました。なんで結果発表しますかね。いや、ですね、平均パワー188ワット、これを5% マイナスの法則で計算して FTP を出す、FTP を出すと、178.6W でした。はい、178.6W、非常に何ともコメントしづらいパワーを出してしまいましたね。なかなかあれです、
ちなみに僕の体重61で割ると、あのパワーウェイトレシオは、2.9 になるんで、あの3倍もいきませんでした。いやもうなんて言ったらいいかわからない結果を出してしまいましたね。結構あれですね、なんか意外とあの普段あのストラバで測るやつと差がそんなになかったですね。あのあんまり差は出ず、ストラバであの勝手に計算されるやつがちょっと高く出るかなっていうあの結果でした。いやあの本当なんか予想通りぐらいで、なんか本当微妙な記録だったと思います。あと非常にあの苦しいです。ちょっとあの体調悪くなってきたような気がします。なんでまああのこんな結果でした。じゃああの次岩国で会いましょう。ちょっとあれですね、岩国にこう直接向かうルートで考えてたんですけど、なんか調子が出ないんで、一回大竹まで降りてから岩国に向かうちょっとちょろいルートに変更します。なんか思いのほかの FTP がなんともコメントしづらい数値だったんで、非常にへこんでるのか、ちょっと精神的にもなんか体力的にもなんか弱ってます。力が出ないですよ。まさか3倍もいかないとは。正直なんか FTP3 倍って言われたら、なんかあそうなんぐらいの反応しかできない感じな気がするんで、いや非常に何とも言えないYouTube で出すような記録でもないものを出して、非常にリアルな数値を出してしまいまして、あのなんかちょっと自分でもちょっと驚いております。まさか3倍もいかないとは思わなかったですね。いやーまあ期待外がありますね。これから4倍まで仕上げていきますよ、300日後には。うわびっくりだな今。でもあれっすね、今日は本当暑くも寒くもない、ちょうどいい気候でサイクリング日和ですね。ちょっと僕の傷ついた心を癒すのにはちょうどいいかもしれないです。自転車で心を傷つけ、またそれを癒すのも自転車っていうのなんかいいですね。でも大変素晴らしいです。じゃあここからちょっと僕の趣味全開の岩国彫刻館まで行って、心と体を癒して、行きたいと思います。それにしても3倍もいかないとは思わなかったですね。いやーお恥ずかしい。はあ、はい、とりあえずはですね、だいぶ疲れましたね。一応今日目的にしてたところには到着しました。あちらですね、あの建物が、今日の目的だった岩国彫刻館ですね。ちょっともっと近くで見てみましょうかね。非常にあのドイツの香りがする建物なんですけど、ちょっと隠しきれない瓦が何とも言えないいい建物ですね。であの建物の特徴はですね、あの戦時中に資材が不足する戦時中に建てられたっていうところがなかなか珍しい建物になってます。いやこの人はあの武雄さん佐藤武雄さんでしたっけ、あの早稲田大学のあの早稲田大学の大隈行動っていうあの有名なあのなんか悪い人が住んでそうな雰囲気を醸し出したあの塔が何とも言えないあの
大学の施設を作ったりして有名ですね。あと火災でちょっと有名になったホテルニュージャパンなんかもこれを作った人と同じ人の設計になってます。あとあれですね、あれですよ、東京ビッグサイト、東京ビッグサイトを作った会社を作った人もこの人です。そうですよね、にゃんこ。いやー、なんか懐っこいにゃんこが寄ってきましたね。うわー、めっちゃ寄ってくるやん、めっちゃ寄ってくるやん。どうしたん、こんなことあるんやな。臭いな。はい、まあ残念ながら展示会につき10月12日まで休館中とのことで中は入れませんが、中もなかなか面白そうですよね。なんかいろいろ噂があるんですけど、チッキンコンクリートって言って竹を芯材に使ったコンクリートで建てられてる疑惑もありますね。まあそうでもないと思うんですけどね。なんかまあいろいろ疑惑があります。いろいろ調べた結果、レンガとコンクリートと木で作られてるっていうのらしいです。でも非常に荘厳なドイツ的なちょっとナチっぽさもある感じになってますね。この人は35年にドイツの建築文化みたいな本を書いてたんで、だいぶドイツの影響を受けてると思いますね。いやー、なかなか僕の知的好奇心を満足させられるいい建物だと思います。でこの辺りもあれなんですよね、錦帯橋のすごい近くなんですけど、非常にこういう建物以外にも歴史的な建物が、吉川家の関連の建物が非常に多くあるようで、まあ錦帯橋来た時はこういうとこも来てもいいんじゃないかなと思います。にゃー、いやーって感じでしたね。きっと猫も待ってますんで、非常に人懐っこい猫がおりますんで、ぜひ機会があれば来てみるといいと思います。では帰りましょうかね。これも岩国指定の文化財ですね。氷川家の資料館がありましたね。また来てみたいですね。はい、そう、がっつり川家の邸宅みたいなしたいですね。いやー、にしてもちょっと手洗いたいな。どっかないかな。なかなかこの辺、なんか酒蔵美術館みたいなのもあるっすね。なかなか面白い地帯でしたね。今度ゆっくり来たいですね。なんかこの辺なんか街の駅が面白いですね。気づいたらあれが、気づいたらこれ錦帯橋ですね。錦帯橋が見えてますね。いやー、手洗いたい。錦帯橋より手洗いたい。岩国からグランピー店舗まで瞬間移動してましたね。めっちゃ疲れたっす。200-300キロ走ったのと同じぐらいちょっと疲れてますね。なんか今日疲れてる日なんやと思います。ただまあライドの成果はちょっと大きかったですよ。パワーメーターつけて衝撃な実に気づいてしまいました。僕はですね、毎回ロングライド行くと左足から痛くなるんですよ。まあ今回のパワーメーターで測定結果見たら左足がパワー 60% で踏んでて、右足が 40% で踏んでるっていう、20% もパワー差があるっていうことが判明してしまいました。これはパワーメーターをつけなければ気づくことはできなかったでしょう。多分これが原因でパワーの均衡ですね、左から先に痛くなってちょっとあんま良くないんだと思います。これをできるだけ 50% に近づければちょっとマシになるかなと思います。ちょっとこれは今回パワーメーターつけて大きな成果でした。で、今回のライドですね。
今回はちょっと結果がちょっと恥ずかしすぎてあんまり言いたくないですけど、距離116キロ走って平均速度 21.3 キロでした。これはちょっとなかなかしょぼいタイムを出しちゃいました。で、平均パワーの方はですね、もう出るんですよ。平均パワーはですね、およそ77ワット。これもなかなかしょぼいパワーを出してしまいましたね。YouTube で発表するのが非常に恥ずかしいんですが、すごく現実を数字で見つけられる。これがパワーメーターかと。非常に精神的痛みに乗ってますが、まあ、ここからの期待外があるなというのを思って頑張ります。まあ、こういった感じでパワーメーターっていろいろ全てをさらけ出されてしまうんで、ガチでこう走りたいという人は